最初、そしてさらにバトル101で勝ち取ってきた2人を紹介しよう。まずこちら、さあ来た、ね、桃井アブソリュートより、桃井それに対する、もうめんどくさいから動かないの、もういこちら両方知り合いっすね、Cボーイケント、さあ決勝は、1人2ムーブで2ムーブでいってもらいましょう。さあ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 決勝ね、2人もねだいぶもういっぱい踊ってきて疲れてます。疲れてるからこそ、今、見てるみんなの熱い思いで二人がね、もっといいことします。 OK? うまいこと言えてないけど、つまりみんなで決勝は盛り上がろうぜってこと。 OK? 二人のバトルをみんなで盛り上がろうぜってこと。それが大事、一番大事。 OK、 じゃあ決勝準備 OK? 全員 OK? じゃあ始めていこう。決勝戦、モンモイ VS ケント、レディーゴyou
い、ナイス。さあ、じゃあ話し合いでお願いします。どうですか皆さん、決勝でもこれだけ踊れるっていうね、すごいですよ、すごいね。いやー、これね、何もしてないのに、ね、もう足痛いもん。何もしてないのに、なんかまあね、足も痛いし、あ、OK でしょうか。お、お、お、そうです。綿密な打ち合わせがあってこそのね、決勝の勝敗が決まるっていう。さあ、だんだんね、俺もね、適当なことを言ってくるようになってきたらもう熱い。さあ。では、じゃあ決まったようなので、お二人様、前へ、そして、ワッチ君から、勝者が挙げられます。それでは、決勝戦、モンモイ VS ケント、勝ったのはどっち？Go!